どうも、ドゥーバップ TV 塚本です。今回はエンジニアードガーメンツとアメリカのシューズメーカーセバゴとのダブルネーム企画のこちらの一足を紹介させていただきます。ローファーワックスドスウェードと名付けられておりまして、名前の通りですが紐なしローファー形状です。セバゴらしくビーフロールデザインが取り入れられたローファーとなります。ビーフロールとはこちら糸巻きされた補強革です。ハーフサドルの両端の接合部を補強する目的で革辺をかぶせステッチを当てたものを指します。ネーミングの由来は形状がタコ糸を巻かれたローストビーフを思い起こすことから付けられたと言われています。シンプルなコインローファーに比べカジュアルな印象に映し出すと思います。セバゴはコインローファーにビーフロールデザインを最初に取り入れられたブランドです。それではセバゴというブランドを紹介させていただきます。セバゴは1946年にアメリカニューイングランド地方で誕生した老舗シューズメーカーです。特にハンドメイドのローファーやデッキシューズ、ボートモカシンが高い評価を受け、1970年代以降は世界的なメーカーとして広く知られるようになりました。セバゴのローファーはレザーソールのイメージが強いのですが、今ダブルネームではビブラムソール、ラバーのアウトソールに変更されております。軽くクッション性もあり、まるでスニーカーのような履き心地を味わっていただけます。ラバーソールですので水にも強く全天候対応します。厚みも約3センチあり、ボリューム感もポイントです。ローファーに抱く華奢なイメージを払拭するソールだと言えます。アッパーはワックスの染み込んだスウェード、機能感のあるイメージのスウェードですが、ワックスにより所々毛が潰れており、ムラのある不均一な表情が魅力です。もちろん雨にも強いレザーです。先ほど紹介しましたアウトソールと相まって、雨の日でも臆することなくお楽しみいただけます。通常セバゴのローファーはガラスレザーのイメージが強いのですが、ワックススウェードを用いることでワイルドな表情に仕上げられています。お手入れも非常に簡単と言えます。基本的にはブラシとスプレーのみで問題ございません。お手入れが簡単というのは、通常革製品に必要とされるクリームでの保湿がスウェードの場合は不要であるということです。革用のクリームやワックスを塗ってしまうと起毛部分が寝てしまい、風合いがなくなってしまいますのでご注意ください。ブラシはスウェード用をご使用ください。こちらです。ブラッシング後にスウェードカラーフレッシュスプレーを吹き付けて完了です。こちらのスプレーで栄養と防水効果が含まれております。また長年着用していくと色抜けが生じるかと思いますが、若干は色合いも戻ります。しっかりと色合いを戻す際はスウェード用の補色溶剤をおすすめします。またオイリーな雰囲気がなくなっていくのもエイジングの一つですが、新品時のようなギラッとした感じがお好みであればミンクオイル、リキッドタイプがいいと思います。入れていただいた後スウェードカラーフレッシュスプレーを吹きつけるといい具合になります。迫力のあるデザインやボリューム感が従来のローファーとは一線を画す一足です。だからこそトラッドな着こなしはもちろん、スポーティーさを取り入れたり骨太なスタイルにも適応します。スウェットパンツやトラックパンツの足元のパターンに幅を持たせたいとお考えの方へもおすすめです。着用画像はニードルズのジップドスウェットパンツ、フリースラインドジャージと合わせております。スニーカーやサンダルで合わせることの多いパンツですが、ローファーとスタイリングすることで抜け感はありながらもしっかりと締めることを意識しました。ファッションとしてのスポーツ感が生きるのではないでしょうか。軍パン系の太さのあるパンツにもバッチリです。着用画像はダイワピア39テックコーデュロイイージートラウザーズと合わせております。太さのあるパンツのボリュームに一般的なローファーですと負けてしまいがちですが、こちらは負けずしっかりと支えてくれる印象です。力強さを感じさせながらもコーデュロイの機能感とワックススウェードの機能感で秋冬らしい温かみ感じるスタイルに仕上げてみました。紐なし靴のサイジングはデリケートなところがあるかと思います。通信販売でお選びいただいた際、サ
サイズ交換等も承りますので、サイズ感の不一致があった際もご安心ください。当店ホームページにも返品交換のご案内をアップしておりますので、ご検討の上ご検討いただけますと幸いです。本動画の概要欄にも URL を貼っております。またインソールに関しましても充実しております。縦寸を下げるだけが必ずしもサイズ選びの正解とは限りませんので、華奢な足型の方にはこういったアイテムを利用していただくとフィット感が良くなることもございます。もちろんこちらの一足もオンラインページの URL 概要欄に貼っておりますので、ご興味持たれましたらご覧ください。今回もご視聴ありがとうございました。